こんにちは、ギタリストの出羽弘樹です。今回ウクレレ会です。今回はですね、なぜ僕がウクレレをメインでこうピックを使って弾くのかっていうことについてご説明したいと思います。結構ですね、ウクレレ会見てると指弾きで弾いてる方が多いんですけど、僕はこうあえてこれを使ってピックを使って弾いてます。まあこれですね、やっぱりいろんなメリットあるんですが、まあその中でも僕が気に入っているところですね。で、こういうところを説明したいと思います。やっぱり指で弾いている方が多いので、まあこういう中でピックを使うとですね、もしかしたらこう独創的な珍しいサウンドで弾くことができるかもしれません。なので、あなたが実際に弾くときのね、アイデアにもなるかもしれないので、もしよかったら最後までご覧ください。さて、1番目。もう本当にですね、これがもうほとんど理由と言っても、大部分と言ってもいいかもしれないです。やっぱり音がですね、すごく好みなんですね。まあもちろんこの親指とか人差し指でこういうふうに指で弾くっていうのももちろんすごくいい音がするんですけど、それに比べてやっぱりこういうプラスチックとかそういったもので弾いているので音の立ち方が違います。例えば同じフレーズ弾いてても、これ指。で、ピックで弾くと、ね、音の質が全然違いますよね。で、僕はこのピックの質っていうのは、音の質っていうのがすごく好きなんです。で、この音、ね、立つっていうのはやっぱりこう伴奏に埋もれずに、メロディー弾くときとかにすごく綺麗に聞こえるので、なので利点かなと思ってます。で、僕の場合、もともとがですね、ギター弾いてて、で、メロディープレイヤーで、しかもピックをずっと弾くっていうスタイルだったので、指で弾くよりも実はピックの方が得意なんですね。なので、そういう利点を活かせるっていう意味でも、このピックを使うっていうのを僕はやってます。二つ目、ピックの場合ですね、これ、ピックを変えると音が変わるんですよ。すごく簡単に変わるんです。指だとなかなかそうはいかないですね。もちろん、奏法をこう身につけてあげて、音のね、幅を広げてあげるってことはできるんですが、でもピックみたいにもう手軽に持ち替えるだけで音が変わるっていうのはなかなかできないです。なので、このピックを使ってます。で、実際僕、どういう風にピック変えてるかっていうと、伴奏、メロディー、まあ、あともう少しこう、音の違いが欲しいなっていう時に、ピックを3つ4つぐらい変えてます。もちろん1つのピックでも、いろんな表現をすることはできるんですが、やっぱりですね、このキャラクター自体がこう、大きく変えれるっていうのが、ピックの利点かなと思ってます。まあ、形の違うピックとか、厚さが違うピックっていうのをいくつか持ってて、今回はこれが合うな、みたいな使い方がね、できるのがピックのいいところだと思っております。ちなみに僕これ今使っているのがおにぎり型の 0.7 ぐらいかなのやつなんですけど、まあこれがメインで、まあ他には 2.0 っていうすごく厚いやつとかね、さらに薄い、一番薄い 0.5 みたいなやつも使ったりします。で、やっぱりこれはもうキャラクターが全然違うんで、もうこうバンドの演奏とか聴いてるときに、あ、今回はこのピックで行こうとか、この曲はこっちのピックだな、みたいなのね、使い分けてます。で、このおにぎり型すごくいいですよ。このね、しなるところが広いんですよ。普通のティアドロップ持ってる時とかよりも。なのでですね、このピックの利点、まあこれしなるっていうのも利点なんですけど、そういうのもすごくよく使えます。その3はですね、多分最初でもちょっと言ったかなと思うんですが、やっぱりですね、圧倒的にピックを使ってウクレレを弾くプレイヤーっていうのが少ないです。なのでですね、このピックを使ってウクレレを弾くっていうスタイルをどんどん広めていきたい。で、スタンダードなものにしていきたいっていう野望があります。まあ実を言うとこの動画を撮ってるのもそういう野望のもとにですね撮っております。僕の動画はですね、演奏動画とか見ていただくとわかるんですが、もうメロディーを弾くときはもう大体ピックだし、伴奏弾くときもこうアルペジオじゃない限りは、アルペジオの時でもまあピック持ってたりするんですけど、大体ピックで弾いてます。で、ぜひやってほしいのが、他のですね、指弾きで弾いてる方の演奏動画とかと、ぜひ音の感じを聞き比べてみてください。これはどっちがいいとか悪いとかじゃないです。音がこう違うんだなっていうのを分かってもらうのは、それが一番かなと思います。もし、このピックを使うっていう方法、この音が気に入ったなっていう方は、ぜひ、ピック、今からでももうすぐね、Amazon とかで買えばすぐ買えるので、使ってみてください。そしてまあ、ピックでウクレレを弾くっていうニッチな世界ですが、もし、深く追求したいっていう方は、僕に連絡いただければ、もう、ピックをウクレレで弾くためにこういう練習がありますよ。もう、ピックをウクレレで弾くためだけに、専用にこう、
チューンされたピックの持ち方がありますよ。メロディーの時はこういう持ち方ですよ。伴奏の時はこう持ちましょうみたいなね。すごい細かいことを僕はもう考えてるんで。なのでそういうのも知っていただくことはできます。なので、もし興味がある方はぜひぜひ連絡してみてください。もちろん、今まで出している動画見ていただいても、メロディー弾く時とかは基本的にピックを使っているので、そういう動画を見てもらいながら、デバフィルキどうやってピック持ってんのかなみたいなのを見てもらうと。勉強になるかなとは思います。さて、今回ですね、お話しした内容をまとめてみると、ピックで弾くサウンドっていうのは指に弾くのに比べて独創的だし、しかもピックを変えると簡単にサウンドが変わる。そしてやっている人も少ないので、すごく目立った存在になれるかもしれないよっていうのが、この今回のお話の流れでした。で、もちろんピックで弾き始めたからといって指弾きで弾いちゃいけないわけじゃないです。実際僕も演奏の中でピックでこう、ってメロディー弾いてはいるんですけど、それの中でこう、こっち親指でこうやった方がちょっと欲しいやつだなって思った時は親指にこういう風に、変えたりとかっていうこともします。なのでですね、こだわる必要はないです。もう何かにこう固執してやる必要はないんです。大事なのはいろんなやり方を知ることで、その中で自分がどれが気に入るかな、自分にどれが合ってるかなっていう、そういうのをねちゃんと把握できるっていうことです。もうそれさえ分かれば、あとはもうその方法について調べて練習していくっていうだけです。そしてですね、面白いことにやっぱりこうピック弾きを極めようって思ってピック弾きを極めていくと、腰台に、あ、指弾きのああいう技術も必要になってくるなみたいな風にですね、こうなんでしょう、こういう山があって、こっち側から登ってる、まあ、ピック派の人と、こう、指引き派の人ですね。まあ、結局なんか同じ頂点を目指すっていうことに大体なるんですよね。なのでですね、面白いことに、片方の道、どのルートから行っても、大体行き着くところは近いところだったりします。なのでですね、本当に好きな方からやってみてください。きっと必要になれば、他のやり方もやると思います。さて、本日もいかがでしたでしょうか。もういつものごとくですね、このウクレレのピック弾きだとか、まあ、このウクレレを弾くっていうことに関して重要なですね、役に立つ動画をリンク欄のところに貼っております。リンク欄、概要欄かなのところに貼っております。見ながら練習していただければきっとレベルが格段に上がっていくと思います。で、動画のいいところはですね、移動中とかにとりあえず見ておいて、で、帰ってから練習しようみたいなね、ことができるっていうのがいいところだと思います。なので、ぜひチェックして練習してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では、ひろきでした。